千葉県成田市にやってきました。畑でマリーミー。 AKB48 チーム8の仰天ゆりなが農家のお宅で2泊3日の嫁修行。農家の魅力や家族の温かさをリアルに体験します。相続事業承継のランドマーク税理士法人の提供でお送りします。あ、おはようございます。おはようございます。 AKB48 仰天ゆりなです。よろしくお願いします。さつまいも生産者の杉澤義弘と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になるのはさつまいも農家の杉澤さんご一家。早速畑に移動して収穫のお手伝いです。よいしょ。まあ、こう座ってもらっていいんで、また上がってきたやつをこうやって折って、こうやってもじいて一個ずつ入れていくと。まずは機械が掘ったさつまいもをつるから取り、コンテナに入れる作業。簡単にできると思いきや、あー、上棒が。そしたら一回降りて、タイヤに挟まらないように気をつけて取ってください。あー、失礼しました。想像以上のスピードの速さにユリナパニック。あと本当ゲーム感覚で上がってくる速度と手取り進みに難しい。農家の嫁修行は始まったばかり。頑張れユリナ。来週は大量の芋にてんてこま。